運営様、ありがとう。つっても半分は前回の繰り越しだけどな。どうも皆さんおはこんばんちは、霊夢と、マリサと、福主のメロからです。さてやってまいりました夏ドリフェス。今回は満を持して100年分のスター引っ下げて臨んでいきますぜ。おまけに今回は新規の期間限定としてラスのメンバーも出てるんだし、これを引かない理由はないわね。なんたってラスの編成未だにこんな感じだしね。そろそろここら辺で潤したいのが本音だよ。逆によくここまで頑張ってこれたよな。イベントとか苦労したんじゃないか？そりゃもう。ちなみに今回は途中でコンクしても100連分回し切りたいと思います。せっかくの星4大量獲得のチャンスでもあるからな。とか言いつつ最初黄色っていうね。そが。まあまずはロックさん狙ってこうぜ。一発目はもかかんね。なので、その、ドンマイです。ちょっと待ってよ、そんなしょっぱなからっきつな。前回調子良かったんだし、ここら辺でお給水とけってことじゃない。だとしたらタイミング悪すぎん。あ、またもかかん。なので、その、ドンマイです。今日もうダメかもしれん。まさかの爆死予言から始まった10連目。S 限どころか新規カードすらないわね。まあまだ始まったばかりだし、すぐに巻き替えてるでしょ。やったらそれ相応の態度で示そうよ。ほらよかったじゃん、握ったわよ。カノちゃん先輩か。先輩として、頑張らないと、です。音質的にこれ昔の方かな。こらこらそういうこと言わない。ハッピーのカノン先輩って過去に当ててたっけ？多分当てた記憶ないから何気に初だと思う。多分ここ確定だったな。一緒にバンド頑張ろ。これ持ってたっけ？あ、持ってたわ。20連目はかろうじて収穫あり。だがコンプの状況の新曲は見られないぜ。世界まだに新規星さんのロックチャンスが来てないんですが、それは思ったんだけど、あんたとことんラスに嫌われてない？最高のライブができればそれでいいかな。あんた初登場からちょくちょく当たるよね。なかなかに付き合い長いよね。バンドリーマーよ、これが爆死だ。胸張って言えることじゃないです。モカちゃんの爆死予言を当たりね。気を取り直して40年目行ってみよう。そろそろここら辺で新規が欲しいところだな。ふっふっふ、皆さん次の企画をお楽しみに。終わらせんな終わらせんな終わらせようとするな。一回落ち着け。嫌だって何の成果も得られてないのにこのフューチャーしかないか。所詮はただのセリフだ。気にするな。それ言われちゃそこまでなんだけどさ。アスター提供は出す。からの口だ。絶対に放つんじゃないわよ、パレオ。よーし、まずおしまいね。40連目にしてようやく新規1枚目。だけどラスの強化に繋がったのはでかいな。残り60連であと4枚。今からでも逆転はできそうね。ここらで一発強化でもしてくれ。勇気なぁ。これの2つが似てるとさ、なぜかヒゲダンの曲を連想するんだよね。そんな要素一体どこにさ。確かに。よし、つなご。安心できるよ。例の疑問視されてる味方なのに期間限定じゃないやつか。だったらハロハピノも工場にしてくれって話よね。50連目はこれといった成果なし。次からいよいよ折り返しだぜ。事実上爆死はあと1回しか許されないわね。結構追い詰められてるのは確かだな。まずはロックちゃん目標でいこう。美味しいです。秋のランちゃんもこれで何度当たったことか。さすが防衛がからもじ。おっしゃましろもだ。ホタルだ。エスジンター。これでもミカがまた一つ強化されました。確定枠で新規エスジンを引き当ててコンプは残り3枚になったぜ。残りは40連。新規の獲得ペースは順調みたいね。いいねいいね、乗ってきたよ。オッケーオッケー、4周年の新衣装ゲッツ。星4はもかかんみたいだな。幼馴染って、
難しいね。素直にありがたいけど、フェス順のモカちゃんで間に合ってるんだよな。思っててもそういうことは言うなよ。今はただ白金さんを信じましょう。これはね、確か持ってたはず。ほらね、70連目は収穫ありなものの、フェス限や期間限定は入手できず、いよいよ排水の陣になってきたわね。てかまだロックちゃんゲットできてないことにびっくりなんだけど。とはいえここで失速はちょっと辛いな。よかったらみんなで写真でも撮りませんか。このカードは今でもハッピーのアフゼロパンに編成してますよ。こう見るとなぜか1枚だけ仲間外れにされてる感じが否めないんだけど。星4のひまりさん早く欲しい。はなちゃんからの呼び出し、いつも突然だね。これ発言した時の喜びが懐かしいな。思い出にするにはまだちょっとタイミング早いですよ。ちゃっかり星2の新カードを当てた80連目。この時点でコンプは絶望的になったわ。こうなったら動画内でなるべく当てていって、残りをプライベートでって感じに引くとチェンジしていくよ。その残りが期間限定だといいんだがな。ここに来てもシロちゃんか。はい、本日2枚目になります。おっと、ここでミキナさん。いいわね、みんな最高のステージを披露するわよ。多分新規なんだろうけど、なんだこれ、黄色のやつか。MC イベント名で言ってやれ。これ来たでしょ。いただきます。お返しに私のもどうぞ。いいだけだいまねー。ここでようやく期間限定の星3を引き当てた90連目。コンプまであと2枚の状態でいよいよ次でラストだぜ。ここまでかもなく不可もなくといった感じだけど、せめてもう一発いいもの見せてほしいな。残り10連しかないのに随分難易度の高い無茶ぶりっすね。はい、お疲れ様でした。待て。だって黄色が見えちゃった以上何も期待することないでしょ。お前らこれ何引いてるか分かってて言ってる。いただきます。お返しに私のもどうぞ。しまんねえ、最後だな。ここまでのご視聴ありがとうございました。今回はフェス限1枚、期間限定2枚、その他の星4も3枚とドリフェスらしい結果だったと思うぜ。この動画がもしよかったら高評価、チャンネル登録や Twitter フォローもできたらよろしくな。それじゃまた別の動画でバイバーイ。今回でまた新規結構獲得できたんだし、追加で回していきましょうよ。もっちろんそのつもりよ。あ、奇跡のクリスタル枯渇してる。おい、回数たったのにか、構わん。撃て。あ、虹来た。マジかよ。これひょっとしたらあるんじゃない。いや、さすがにそんな子、また虹来た。よっしゃー。